ヒレハリソウは紫かヒレハリソウ属の多年生草木である。別名は英名のコンフリーで知られている。コンフリーの名前でよく知られていて、庭木や鉢植えでよく見かける多年草で夏に垂れ下がって咲く淡紅色の花からハリソウと呼ばれ、下葉に魚のヒレのようなものがあることが和名の由来になっている。中国植物名はサイモンハイソウ。ヨーロッパから 西アジア、シベリア西部の地域の原産と言われている。日本ではヨーロッパ原産の気化植物として広く栽培されたり、野生化して道端などでも見かける。草丈は30から90センチメートルになる。全体に白い短い荒毛が生えていて、茎に翼がある。葉は卵形皮身状で、下部の葉は大きくて傭兵があるが、常用には傭兵はなくなって、 茎に流れて、翼となる。初夏の6から8月頃、枝先に、単成色から、淡紅色の釣り金型の花を垂れ下げる。花は短い花柄で下向きについて、果敢は、筒状、先の半分は、釣り金状に膨れ先端が五列する。茎に、翼がないオーハリソーとの雑種ロシアコンフリーが多くなっていて、茎の翼の幅が狭く、次の葉の付け根まで達しないことや、 花筒の先端部分がヒレハリ層より大きく金状に膨らんでいることで見分けられる。ヨーロッパでは古くから根や葉を抗炎症薬や骨折を治すのに伝統的に用いていた。サラセンズルートという名前で昔から知られ、イギリスには十字軍遠征から戻った兵士が伝えたと言われている。石骨剤として用いるため、中世ヨーロッパでは農家などに大きく広まった。 日本へは観賞用として、明治時代に導入され、家畜の飼料や食用として利用された。昭和40年代に健康食品として一、時期大ブームとなり、植えられたものが一部野生化した。日本では、葉を天ぷらなどにして食べることが多かった。また、胃潰瘍や大腸炎などの病気に、コンフリーの錠剤や、ハーブティーを飲むことがあったが、 大量に服用すると肝臓を痛めるということで、現在では行われていない。根、ね、根茎などにアルカロイドであるコンソリジン、シンフィトシノグロシンなどと、粘液質、タンリンなどを含んでいる。タンリンには修練作用があり、過去には下痢止めに内服されたり、湿疹、かぶれなどの湿布に活用されていた。商用には、水分90%と、アタンパク質、 約2.4%、ラ脂肪約0.2%、ミネラル、ビタミン群のビタミン A、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン C、ニコチン酸、バントテン酸、ビタミン B6、ビタミン B12 などを含み、自用保険、青汁原料、食用などに広く用いられた。欧米では根茎を主に概要とし、内容は毒性があるので多用しない。かつて、 日本では葉を競争食品、根は、浴頭量とした。浴頭量としては、若々しい皮膚にするので、美容効果があるとみなされた。民間療法では、下痢止めの木薬として、秋に根や根茎を掘って洗い、日干ししたものをコンソリダネ、または、コンフリーと呼んで、煎じて3回に分布する用法が知られていた。また、湿疹、かぶれに、煎じ液を用いて、 レーシップとした。滋養保険に生の葉を青汁にしたり、天ぷらやを浸し、和え物などとして調理し、食用にされていた。かつては何にでも効くという触れ込みでで広まっていったが、今では見る影もなくなっている。薬草は本来、症状や体質によって使い分けていかなければならないものであるが、それを無視した事例であると言える。やや湿り気のある土壌を選び、 丈夫でどんな環境でも育ちやすいので野生化している。繁殖は株分けで行われている。厚生労働省は2004年6月14日、コンフリを含む食品を摂取して、肝障害を起こす例が海外で多数報告されているとして、摂取を控えるよう注意を呼びかけるとともに2004年6月18日食品としての販売を禁止した。加熱によって、 毒性が軽減されるというデータはない。この症状は、ピロリジジンアルカロイドのエチミジンとシンフィチンによって引き起こされる。最も濃度が高いのは根である。シトクロム P450 によるアルカロイドの体内変換が原因と考えられ、急性毒性がある他胎盤を通じた胎児への影響が報告されている。ありがとうございます。